やっほー、見てハラコンを今日めっちゃギャル仕様にしてみた。ギャルくない？てかさ、ニキビがさ急にさおでことかに大量発生し始めてさ、この前スキンケアでなんか全然ニキビができんっていう話をした途端にニキビができ始めて、え最悪なんだけどと思って。かわいい動画撮れんやん。みんなすいません、子供がいるので。お餅と豆の兄弟喧嘩で、タケが今寝室で遊んでくるようだけど、ママママうるさいかもしれんけど、すいません。はい、ってことで今日の動画は、私ね7月で YouTube 始めて3年目になったのね。で3年間通してさ、結構いろんな恋愛系の動画とかマインド系の動画とか出してきたなと思って、ちょこちょこさこうイベントとかさせてもらう時にファンのみんなとかと会える機会があったりして、その時にさ一番こう言ってもらえるのが、ユミネの動画見て彼氏できましたとか、質のいい男捕まえましたみたいな。他の YouTuber さんとかのさオフ会とかでさ、質のいい男とかいうワード絶対出てこないないと思うの。けど私のファンの子さ、質のいい彼氏ができてめちゃくちゃ幸せで、舐められないようにめっちゃ言ってきて、めっちゃ私の動画見てくれてると思ってさ、超可愛くて、恋愛とかマインドとかこういろんなハウトゥーだったり、3年かけていろんな動画を出してきてよかったなって思えるのね、いつも。だから今回はエミネーの恋愛とかまあマインド動画をきっかけに、恋愛上手、恋愛上手待って、恋愛上手をは前に進めたエピ教えてってことで、みんなの成功体験みたいなのを募集したの。これは普通に私が知りたくて、あとこれをね聞いて動画にしたら普段見てくれてるさわくらちゃんたちの勇気にもなるんじゃないかなと思って募集してみたので、読んでいこうと思います。はい、じゃあ一発目がですね、私のマネージャーの夏美です。夏美可愛くて熱い話もするし、めちゃくちゃくだらん話もするんやけど、私のマインドだったりとかを共感してくれちゃって、動画で自分のレベル上げればいいと知り、どうでもいい男に構うのやめて、あら不思議、一人最高です。おもろいよね。彼氏と別れて一人の最高さに気づいたらしくって、周りの子とかがさ彼氏彼氏とか、男がおらんとちょっと無理みたいな感じの子とかがおる中で、一人の時間ってマジで最高だったなっていう境地に至ったらしくって、自分のレベルを上げることに今努力をしているらしくって、めちゃくちゃかっこいい女になっております。エロい女になった、嬉しい、色気が出たってことかな。よかった。何の動画見てさ色気が出たんかちょっと気になるとこではあるんだけど、めちゃ嬉しい。大事でも恋愛に限らずですが、エミネのおかげで今が幸せなら OK って前向きになりました。自分磨き頑張る。そのマインドにでもなると、恋愛もそうやけど全てのことがマジでうまくいくけん、ポジティブって本当に最高だから、恋愛がうまくいくとそれ以外のことも全部うまくいくし、それ以外のことがうまくいくと恋愛もうまくいくから、全部繋がってるからさ、ポジティブマインドで生きていこうよって感じ。とにかく自己肯定感が上がるから落ち込みにくくなった、だからいろいろチャレンジしやすい、嬉しいです。こういう風にさ動画を通してよし頑張ろうって素直に自分と向き合ってさ行動できる君たちが素敵だからね。そういう心になった君たちが素敵なんだから、それで結果まで残しちゃってる君たちがすごいことですから、自信を持ってください。エミネーの動画毎朝あさってモチベ上げて頑張ってアピール続けたら会社の上司5歳上ゲット。最高、イエーイ。エミネーきっかけでアプリして高学歴&自分のタイプと出会って付き合い1年8ヶ月経ちました。こういうマジでやっぱ最高なんだけどみたいな男の人と出会った子が、私のイベントとか来て質のいい男と付き合えてっていう感じで私に自慢してきてくれるってことが最高。しかもなんかイベントに来てくれる女の子たち、私のねファンの子たちマジバチボコ可愛くて美人で、それこそ現役アイドルの子とかも来てくれたりとか、何も活動してないっていうくらい優みたいな顔の子とか、モデルさんみたいな子とか、アイドルみたいな子とか、美意識の塊みたいな美女がいっぱい来るの。イベントするたびにいつも思うんやけど、私この子たちに向けて動画発信してんの恐れ多いわって思うくらい、ファンの子たちがすげえ誇りです。私すげえ誇り、いつかみんなを集めて動画で自慢したいくらい、私のファンの子すげえっしょっつって、ファンの子がすごすぎてマジそれ自慢だから。体験ももちろんそうやけど、対面がマジみんなかっこいいのよ。要はエミネみたいな感じで来てくれるの。なんか癖強くてみんな。エミネの考え方を宿したら、彼氏と別れられた、振られたけどバイバーイみたいな、えかっこいい。別れは新しい出会いの始まりですから、おめでとうございます。
いってらっしゃい。エミネのマッチングアプリ動画見て入念に準備したらいっぱい尽くしてくれる最高彼氏、おめでとうございます。私のもちろんエピソードもないけど、いつもさエピソード送ってくれるみんなありきの動画になってるから、私もやけど協力してくれて一緒にエピソードを送ってくれたみんなにも感謝って感じやけん、このコメント欄にエミネもやし、エミネのファンの子たちもありがとうってみんな書いてほしいっていう、なんかファン感謝祭みたいな感じの動画になってるんですけれども、私だけじゃないからね、私の動画って私だけじゃ成り立たないから、私がみんなの意見をまとめてるだけであって、みんなの意見とか体験談とかを結局まとめて私が動画にしてるから、本当にありがとうねって感じ。大失恋を乗り越えるってやつ、気持ちが前向きになりました。よかった。大失恋の動画さ、本当に出してよかったなと思ってて、あれ出して結構 DM とかもね、乗り越えましたとか気持ちが軽くなりましたとか、失恋つらいってこう検索したらエミネの動画出てきて、それでエミネに出会いましたとか言ってくれる子が多くて、本当出してよかったなって思える動画です。大失恋した次の日にエミネの大学展エピ出て、私も前に進めると確信した、独り身最高。もちろん、うん、もちろん自分が一番大切なんで、自分を大切にしてくれる人だけを私は大切にするっていうマインドですから、そうしたらおのずと周りの人たちも幸せになるし、そうするとまあ一人でも全然十分ですよみたいな感じになってくるわけですね。みんなに好かれたり必要とせずに自分だけを大切にするっていうのを心がけたら、無駄なさ労力みたいなのを使わなくていいし楽です。本当に初体験、いい思い出できました。初体験の動画さ、私の動画の中で一番伸びてる動画じゃない？大人の保健室、人には聞けない初体験の質問相談、不安の子は必見です。初体験のための教科書、我ながらめちゃくちゃいい動画だよね。296万回再生だって、やばー。これはね出してよかったし、コメント欄見ても嬉しかったんやけど、感想を送ってくれるとめちゃくちゃ嬉しい気持ちになる。エミネの動画見て、こっちが都合よく使ってやったマインドで切ってやった、バカつらかったけど、あんたかっこいいよ、かっこいい、一旦マインドで切ることが大事、よくやった、ばっか辛いよね、マジわかるの。本当の素直な気持ちはめちゃくちゃ辛いよ。相手から来る頃には自分はもうなんかそいつのことどうでもいいって思ってたりするから、自分が吹っ切れてなくても言葉に出して騙すっていうのが大事、自分の感情を。そしたら自分がその感情になっていくから、その感情はね大事ですね。落ち込む時もあっていいということ、落ち込んだりとか辛いって思うようなことがあった時は、その経験が自分のね味方になってくれるので、落ち込む感情が辛ければ辛いほど、この感情を乗り越えた時の自分めちゃくちゃかっこいいんやろうな、超強くなっちゃうわって思っとけばいいです。絶対に乗り越えられますからね、その落ち込みは。かわいい、マジでみんなマジでかわいい。動画見て、離れるの寂しいからってズルズル続いてた3年付き合った人と別れた27歳一人身が爆誕しましたが、自分磨きから頑張ります。いや、一人身に年齢って関係ないから、どういうタイミングであれ一人身になってからが出会いの始まりなわけやん。そのズルズル続いてしまった賞味期限切れの恋愛を断ち切ってから質のいい恋愛が始まるわけですよ。だから私的にはおめでとうございますって感じ。マジ年齢って関係ないの、27って若いから、めちゃくちゃ超若い。なんなら40代50代なっても全然いい。私のお母さんとか40代で子供産んだし全然大丈夫。年齢を言って、自分が冷静になってから恋愛をして、見極められるようになって結婚してみたいな、自分の精神年齢が大人になってから結婚相手を選ぶみたいな感じで、私はこういう風になりたかったけん、27歳一人身なんて思わないで、27歳素敵なレディって自分の肩書きを書き換えてください。はあ、エミネのおかげでね、エミネのおかげでとか言わんで、なんかみんながさ素直でいい子だから、だから私しか勝たんマインド得たから、彼氏めちゃくちゃ沼らせることができた、かわいい。美意識も上がったし可愛くなって、今では2人とも幸せ。マジかわいい、やばい。マッチングアプリの偏見が減ってアプリで恋人できました、おめでとう。いや嬉しいな、なんか自分を大事にして恋愛することを教えてもらった、そのおかげで素敵な彼とお付き合いできました。いやー素敵。なんかさ、彼氏ができることが目的なんじゃなくて、自分を大切にすること、その後に自分を大切にしてくれる人を自分も大切にする。みんなちゃんと動画見てくれちゃうんだよと思って、なんかめちゃくちゃ嬉しいわ。なんで私を大事にしてくれない人を好きなんだろうと思ったら、急に冷めた、人としてダサい。ほんとその通りだよ。私を選ばないなんてセンスなさすぎなんだけど。最高だね。大失恋の乗り換え方の、クソほど見返す準備を始めなさいっていう言葉を切り抜き毎日見返した。そうだよ。
をそほど見返してほしいな。必要なマインド叩き込んでもらえたおかげでマザコンクソ男捨てられた。今は医者彼氏と同棲中です。キャーン、つえー、マジつえー。パケラ先輩のエピだったり意見参考に彼とデート重ねたら彼から告白されて付き合いました。ありがとうパケラちゃんたち。パケラちゃんのおかげで可愛い女の子がたくさん恋愛成就しております。ありがとう。自分のことがちょっと好きになりました。よかった。自分のことを好きになって大切にしてください。大事。ということで最後です。付き合ったら相手に執着せず趣味とか他のコミュニティも大切にすること。おかげで尊敬されるし大切にされてます。めちゃくちゃ大事。やば、超いい女マインド。完全に多分私が沼エピカなんかに入れてるようなことですね。実践してしかも結果を残しちゃってるっていう、マジかっこよすぎるね。マジかっこいいよ本当に。いや本当によかった。ありがとうございました。いやでもこの動画をさ見てさ、また一人や二人でも勇気になってさ、あの動画もう一回見直してみようかなとか、あの考え方もう一回考えてみようとか、もう一回自分の考え方見つめ直してみようとか思ってさ、自分と向き合うきっかけになったらいいなって思う。でもね、なんかこうやってさ自分と素直に向き合うきっかけになったり、実際に結果残してさ私にこういう風に教えてくれてさ、そういうのが本当に嬉しくてありがとうみんな。でもこのね3年間さ恋愛エピだったりマインドだったりとか、私が恋愛系 YouTuber を続けられてるのは間違いなく動画見てくれてる、インスタフォローしてくれてるみんなのおかげなので、みんながいなかったらね270万回も再生されてるようなさ初体験の動画とか出せれてないし、まずはみんなに感謝です。そしてみんながいるからこそ出せる動画ばかりだからさ、みんなに感謝気持ちでいっぱいなので、これからもみんなのために私の動画見てくれてる子が一人でも毎日明るく自分に自信持って生活できるような動画をこれからも作っていこうと思います。いやーなんか嬉しかったな、改めてこう身が引き締まったわ今日の企画。はい、ということで最後に見ていただいてありがとうございます。私ね今からね歯医者に行ってくるんだ。なんかここのさ虫歯だったところにさ歯刺しててさ、それが取れたの。来週結婚式なのに歯取れたの。これ取れた歯、この取れた歯を今から歯医者に行ってくっつけてもらうから歯医者に行ってきます。バイバーイ。